トーナメントのファイナルですね。投げが出てる。お互い慎重ですね、やっぱり大会だとね。ガリガリからガリガリもう一発、クーマに着地するとガリガリと、クーマに空上から、空を裏がカスリーがしたかったか、難しいところですね。NA からバーキャン空上を、おお弱投げしっかりしている。ガリガリを NA出してジャンプがありません。まずはワンストップ選手、結構様子見がやっぱりお互い多いですね。 NA からバタ足になってしまって、ペロッとニュートラルに対策しないと結構当たっちゃうんですね。空前ダウンしてる ECF のりから、できない。ちょっと難しかったです。戻ってまいりました、申し訳ないです。さあ現状はピカチュウが1ストックリードと、125%、もう無重の息ですね。もう何が当たってももう、たちまち、ジャニー投げしっかりしている。ビッグ選手もう一発投げが入って 26%。ジャック投げが入るかと思いましたね、私もね。空母出ますと、うまい。おーっと、上京が強い。さあ、竹吉、ここでちょっと難しいですね。スティックで飛ばないと間に合わないでしょう、ね。ああ、運びが決まりましたよ。これがきつい、横綱。尊者ピカチュウ強いですね。そうですね。B トーナメントですかね。いや確かなんか基地局ロックだった気がする。あ、そうなんだ。それはやむなしという、はい、しっかりしてますね。さあガリガリで踏ん張りをケースつつ、さあここで踏ん張って、さあここで、あっと空上でよかった。空上でしたね、おそらく。さあどうなる。あー、ベース様をパナしたい私なら。おっとおっ、あー投げられてしまって、あそこで投げられた距離がきつい。バイバーイ。これきついですね。さあできればパーセントを食らわないで殺したい。うまい。下スマッシュ、反発入れずの下スマッシュ。もっと無敵が、あー出なかったら上 NA ダウンしてるが、殺すぞこれは。NA だ。あー惜しいですね。多分台より空中移動 NA が空間になってしまったんですかね。よし、あるある。おーっと1-1、熱い展開。あー距離がきついか、届かないか。あー、ずらし、すごい全員ずらし。おーおーおー、あるぞこれは。あるのか、諦めないことは。おっと、あ、これ、あー、惜しい。あ、あ、あら、まだ生きてる、生きてる、生きてる。あー、死んでしまってる。これは届かない。すごい粘りでしたね。渾身の崖当て、本当にワンチャンス掴んでたんですが、最後の最後で手が離れてしまった。そうですね、ジャッキャンミスが。あ、日本選手ですね。あ、一旦ちょっと、今会場の方、あの会場で映してるスクリーンに今この試合映してるんですけど、ちょっと配置する場所が悪かったか、2人の頭がちょうどね、そのプロジェクターの光にかぶって、会場で試合がなんか綺麗に映せないと思って、ちょっと
さあ今会場の方のセッティングが終わりましたね。OK です。さあ今日取り直して、2戦目、三条ピカチュウが1本リードする状態と。しかし本当に教師もワンチャンあった、あのワンチャン取れそうな流れをね今回の試合でも見せてくれれば、そうですね、全然勝ってくれるぞ。うん、セットプレイじゃないんですね、ちゃんと弱確認してから多分投げ入力してるんですかね。どうなんですかね、もう難しい、かなり難しい。反応速度すごい遅いんでね、全然確認ができなくて。ああ強いね、先行セッター強いです。孫城選手、チャイヨシ結構、もしかしたら得意なんですかね、これ結構やっぱなんかちゃんとしっかりしてるところどころの。そうですね、うまいですね、いい選択ですね。お、殺すぞ、これはメトロが、うん、見事。さあ、若干投げが強い。負けじとメトロ当てたんですけどね、さすがにゼロパワーだと知らない。お、お、お、うまい。あ、割れたら、割れるぞ、あるぞ、ウルスまで。さあ、イーブンに戻していく。素晴らしい。弱投げがヨッシー対策なんですかね、多分。ダウンシーブしてた。ああ、惜しい。ああ、いや、今のもちょっと踏ん張り対策で、ロージャンプしてからの傾斜でしたね。なるほど。やはり太陽式はやっぱ踏ん張り対策になってくる。そう、割れるんじゃないか。おお。さあ、これは NA か。あ、それか。お、うまい。私にはできなかった。素晴らしい火力ですね、絶対逃さない。熱い。お、あ、おお、逃げて、すごい。コースとニュートラル、あー入ると思った。お、お、あ、来た、これは行きましたね。あ、さっきのはい、さっきの反省を。やはりこの2人実力がすごい。わらわら、草が生えてますよね。草が生えてます。なってからの3本目と。すごい、お互いすごい冷静になっちゃいますね。あー、早いか。そうですね、なんかあまりないなんか結果の出し方だったんですよ。あ、そう、竹吉が結構すぐ素早い反応して、おっと、あー、難しかったですね今。スティック大ジャンプ NA が上様になっちゃったんですか。さあ、そのうおー、うまいが、ちょっと押され気味か。上手、うまいっす。ヨッシー使いの
垂直空中攻撃左右大セーフ乗りから上様。冷静ですね。悲しい、悲しすぎる。本当に冷静です。おもう一回、うん、まん掴んでる。さあしっかりジャックバー投げして、おっとこれは乗って、うん、死ぬほど左にする。ちょっと油断すると踏ん張りからああなるんですよね。とも勝ち側だからずっと火力差で負けるともきついこの組み合わせ。あーうまいですね。しっかり踏ん張りを消すように出したので、ね、あーと出た。先ほどの試合でもありましたね、上スマから高火力を取りたいがブローラルでしょうと。おっと、あっ乗っ、あ乗れない。さあここであっ乗れない。お投げれるか。あー投げれましたね。ピカチュウ側非常に大事な投げを。さあしかしまだまだ全然ある。おっと当てましたね。はい、うまいぞ。よく読みましたね今の。うまい。しっかりヘッドドッグ与えて1-1。熱いですね。もう本当どっちかって分からないですよ。もうさあピカチュウ序盤はガリガリでやはりパーセントを上げて、まあ、ガリガリからのジャックパンのヘッドなのかな。なるほど、すごい慎重に立ち回ってる。普段でもちょっとでもね油断した風前を出すと一瞬で殺されるんで、こんな感じで。おっと危ない。今完全に死んだと思った。あっ、今のはウエスマだったんじゃ。生きてる。どうだ。さあ怖い、ここで攻めに行きたいんだけど攻めるとブロックが怖い。おっと、よく行きましたね本当に今。さあどうなる。あ今のバタ足もすごい。あこれはジャンプか。ないぞ多分。あなんで逆だ。魂のずらし、ずらしが本気。いや逆でしたね。おっとあ釣りか、釣りだったの。怖い。あまだジャンプは。おっと、お会場からヒデが。おっと殺した。あしっかり見て魂のヒップドロップ素晴らしい。Bトーナメント優勝は武吉。素晴らしいですね。思い上がらずちゃんと